皆さんこんにちは。僕ついさっき人生で初めて占いをしまして、前世を見てもらったんですね。でちょっとみんなに協力してほしいんですけど、僕の前世が男性イギリス人哲学者として名前が残っている、雰囲気がなんか僕に似ているらしいです。で大学とかで教授をしていた結構天才系の人だったんですね。でなんと24歳で亡くなっているんです。24歳で亡くなってるってことは相当若い年齢で大学教授してますよね。まあその方が僕の前世らしいんですけど、哲学者として名前が残ってるらしいので、多分検索したら出てくるんですよね。なので僕も軽くさっき見たんですけど、なかなか出てこなくて、100年200年過去100年200年ぐらいの人らしいので、もし探すことができたらぜひ教えてください。メイン動画でも告知しましたけど、5月27日に僕の第3弾の本が発売されるので、もうすでにね Amazon とかで予約することができるので、気になる方チェックしてみてください。まあ、今日の話に入るんですけど、みんなはサークルとか部活入っていましたか？あるいは今入ってますか？まあ、僕は結構こう見えて体育会系で、中高バリバリサッカーしてて、で大学ではサッカーとフットサルサークル入っていたんですけど、まあ途中からめんどくさくて行かなくなっちゃったんですけど、今日の深掘りはそんな大学サークルで起きた未解決事件を話していきたいと思います。岡山地底湖で起きた大学生の行方不明事件の深掘りをやっていきたいと思います。みんな多分この話知ってますよね。僕もメイン動画で軽く紹介したんですけど、結構有名な事件ですよね。13年経った今でも未解決で、まあ時間が経ったからってね解決されるわけではないと思うんですけど、結構不思議な謎が残っている事件なんです。事件の始まりは2008年1月5日、高知大学で3年生の N は大学の洞窟探検サークルのメンバー4人と岡山県新見市の天然の洞窟姫坂カナチアナを訪れました。その日は探検サークルメンバーや社会人など合計13名の合同合宿で、 N は仲間の4人と午前11時頃から探検開始。洞窟に入ってからは腹ばいにならないと進めないところや、洞窟を使ってやっと降りられるような急な坂があったり、そんな険しい道が 1.6 キロも続きました。まあ、大学のサークルとはいえかなり本格的ですよね。探検に入ってから約3時間後の午後2時半頃にメンバーは洞窟の一番奥にある地底湖にたどり着きました。地底湖の大きさは地上から約150メートル地下にあり、湖の深さは水深30メートル、奥行きは約25メートルとかなり大きな空間になっています。しかもそれだけの大きな空間であっても、そこは地上の光をね一切通さない巨大な闇の空間なんです。想像しただけでも怖いですよね。これいくら懐中電灯があるとはいえ、そんだけね大きな空間で真っ暗闇、みんないけますか？僕結構こういうとこ苦手ですね。そんな巨大な暗闇の地底湖で、なんと N が衣服を着たまま泳ぎ出したんです。そこからしばらくして N のタッチしたという声がしたそうですが、この言葉を最後に N は帰ってくることはありませんでした。しばらく4人のメンバーは N が戻ってくるのを待っていたんですけど、いくら待っても帰ってこなかったらしいんですね。4人で壁伝いに操作してみましたが、やはり N の姿は確認できなかったそうです。だんだんと怖くなった残りのメンバーは半ばパニックになりながら地上に戻り、約4時間後の午後6時過ぎに110番通報。駆けつけた警察にメンバーの1人が洞窟内の湖で泳いでいる途中に溺れて行方不明になったと説明しました。しかしそこで溺れたような声は聞こえなかったとも説明したそうです。通報を受けてすぐにプロのダイバー含めた約30人体制で N さんの捜索が開始されたんですね。しかしさっきも説明したように、奥の地底湖にたどり着くまでは 1.6 キロと険しい道なので、途中一人ずつしか通れない細い通路があったり、首元まで水にね浸らなきゃ通れない場所もあったそうで、洞窟内の捜索は困難な状況が続いたんです。洞窟内部の地形に詳しい探検サークル OB も参加し、昼夜問わない捜査を5日間続けても N の姿を発見することはできませんでした。僕特別ね閉所恐怖症ってわけではないと思うんですけど、あの洞窟の一人しか通れないようなめちゃくちゃ細い通路あるじゃないですか。あそこ絶対通れないと思う。みんな行けますかね、あれ。なんかもうあそこね行こうとしている人の映像とか見るだけでなんか窒息しそうになる。まあ、岡山県の天然記念に登録されている洞窟でね大学生が行方不明ということで、だいぶね全国的に報道されて話題になったんですね。ただ最初も言ったように、これはただの未解決事件ではなく、様々な謎が残っていたことからネット上でいろんな憶測がね飛び交うようになったんですね。第一の謎、なぜ湖で泳いでいたのか。思い出してほしいんですけど、事件が起こったのはお正月明けたばかりの1月5日、こんな寒い時期に湖で
普通泳げます？しかも衣服を着たまま。普通に考えたら寒いし、服着たままなんてね、泳ぎづらくてね、危ないの分かりそうなんですけどね。まあ寒かったから服着たままだったのかもしれないけど、帰りとかバカ寒くなるっしょ。他に替えの服を持っていたなんて報道もされていませんし、その場のノリで泳ぐことになったんでしょうか。サークル内には湖を泳いで奥の壁にタッチするという伝統があったなんて話もあります。なんかその組織内の伝統的な遊びとか儀式って結構あったりしますよね。例え思いつかないけど、今回の場合はかなり過酷な環境だったんですけど、大学生ですからね。大学生って本当無敵ですよね。その場のノリで結構何でもやれちゃう感はありますよね。小中高も結構無敵ではあるけど、大学生にはかなわない。第2の謎、残されたメンバーの不可解な行動。メンバー4人は N を見失ってしばらくは捜索したと証言してますが、地上に上がる際誰も N の帰還に備えてその場には残りませんでした。地底坑は足場から5メートルほど下にあり、ロープがないと湖からは登り降りができないんですね。これは N が確実に戻らないことをメンバーたちは確信しているかのような行動でした。また洞窟の出口まで3時間ほどかかるんですけど、通報した時間を考えるとメンバーが N を捜索したのは約30分足らずしかないんです。まあこの30分をね、長いと取るか短いと取るかは人それぞれですけど、まあ、僕だったら一人行方不明になっていたらね、誰かそこに残して誰かがね助けを求めに行くとは思いますけどね。地上に上がって来られるワイヤー装置などは残しておいてもよかったと思うんですけどね、これも残っていなかったんですよ。つまり N がね湖に泳いでいてまだ生きていたとするじゃないですか。生きていたとしてもワイヤーが残っているので上がれないんですよ。けど彼らは大学生ですからね、パニックになって冷静な判断ができなかったのかもしれません。それか一番恐ろしいのが、彼らは N さんが帰ってこないということに確信があったのか。第3の謎、当日洞窟に入ったのは無許可だった。実はこのサークル、当日の洞窟への入場許可も取っていなく、完全無許可だったらしいんです。しかもネット上でサークルの OB という人物の証言では、サークルでは洞窟内で飲食をするようなこともあり、飲酒したまま洞窟に入ることもあったそうです。まあ飲酒しながらね洞窟に入るのがどれぐらい危険なのかわかんないけど、大学生がしそうなことではありますよね。もし今回の事件も飲酒したままとかだったら 100% 泳いだら危険ってわかります。第4の謎、事件後サークル責任者による記者会見がされなかった。これは普通大学内活動において何かしら事件が起きた場合、責任者による記者会見などが行われるんですけど、この事件については一切責任者による説明も記者会見もなかったようなんです。しかもサークルのホームページ上で責任者とされる部長副部長の2人の名前が消去されていました。いやかなり怪しいですよね。まあ事件後のね誹謗中傷とかそういったものを避けるために削除した可能性もありますけど、まあ何もなくただの行方不明事件だったら説明すればわかるじゃないですか、何か隠したいことがあったのか。そして第5の謎、事件後 N のミクシーのプロフィールや日記が改ざんされる。一応ぼかして見せますけど、ネット上ではこれが N さんのミクシーのトップ画面だと言われています。事件前のスクショがこちらなんですけど、なんと事件発生から3日後、行方不明のはずの N さんの最終ログイン5分以内。そしてトップ画面が彼の名前が変更され、がっつりプロフィールと日記が削除されていたんです。これ一番怖くないですか。てかそもそも他人の SNS に勝手にログインとか普通できないですよね。まあ ID とかパスワード持ってたら別だけど、あるいはパソコン携帯にアクセスしたのか。まあミクシーって最近の若い人たちはしたことないかもしれないですけど、 SNS でプロフィールに最終ログインが記載されるんですね。まあ例えば4分前にログインしたとしたら最終ログイン5分以内みたいな、で1ヶ月前だったら最終ログイン1ヶ月以内みたいな感じで。なので N さんが行方不明になった後もログインされていて、しかもプロフィールがね改ざんされていたというのはおかしな話なんです。まあ N さんが普通に生きててね、自分のねプロフィール改ざんしたってなった可能性もあるかもしれないけど、ただ普通に考えたら事件に関して何か不都合のことが書かれていたから、誰かが意図的に改ざんした。とある話では、サークルの責任者2人は女性で、 N と何らかのトラブルがあったなんて話もあって、また鍾乳洞の中で酔ってハメを外す部員の様子が書かれていたとか。実は N は部長だった女性と過去交際をしていて、事件当日のメンバーの中にはその部長とその時部長が交際していた男性もいたというんです。これは事件の予感しかしない。うん、男と女どんなところでもトラブル起きますからね。しかも N が泳ぐように現交際相手が煽ったという話もあります。これが事実ならかなり立ち悪い。なので N のミクシーを改ざんしたのがサークルの責任者の部長だったのではないかとも言われています。実際 N のマイミク、まあ、簡単に言うと友達名簿みたいなやつから、事件後に部長の
の名前が消され、部長のミキシーの名前も変えられ、プロフィールががっつり削除されていたんです。しかもミキシーってさっきも言ったようにログインしたらいつログインされたかって表示されるって言ったじゃないですか。 N さんのプロフィールと部長のプロフィール、ログイン時間が被っていたことが多かったそうです。そうなってくると部長がかなり怪しい。部長を務めていた女性が過去交際していた事実を隠すために改ざんしたのではないかと当時のネットで特定をしようとする動きがありました。まあ泳ぐ時ってみんな絶対携帯電話は安全なところに避難させますよね。おそらく N 泳ぐ時携帯をね誰かに預けたと思うんですよね、残り4人のメンバー誰かに。なのでそのメンバー、まあ、部長かねが持ってて改ざんしたのか、自分がね N さんの元交際相手だってことがバレたらなんか厄介な話になるかもしれないから消したのかもしれないですね。そしてその女性の部長は上級国民だったという噂もあって、まあこれが本当だったら闇が深すぎる。そして部長と副部長の名前がねホームページから消されていたのも、まあ納得はできますよね。まあ部長全く関係なくてただ疑われているだけだったらかわいそうですけど、電池切れちゃった照明の。そしてこれらの謎からネット上では N は事故ではない、もしくは本当は別の場所で、なんていう憶測もされるようになったんです。まあ確かにそうですよね。 DB クーパーの事件もそうでしたけど、 DB クーパーはね CA とパイロットしか見てないから、実際はね DB クーパーという人物がいなかった可能性もあるじゃないですか。まあ今回の件は N さんのことに関しては残りの4人しか目撃していないので、もしかしたらねその4人が口を合わせていたとしたら N さん全く別のところにいた可能性もあるじゃないですか。そしたら一生ね30人最体制でね捜索したとしても探せないですよね。洞窟の中へ N と入り、 N が泳いだという事実は当日のメンバーだけしか分かりません。メンバーだけしか知らない事実がある、これちょっと怖い状況ですね。ただまあ一応この事件説明できんこともなくて、この地底湖イラストなどでは結構ね綺麗な卵型の形をした洞窟が描かれてはいるんですけど、実際は地底湖の中には吸い込み口と呼ばれる他の洞窟へとつながる道があるとされているんですね。また至る所に隙間やくぼみなんかもあると言われていて、 N が見つからなかったのもそれらが原因だったとも考えられています。しかも2011年には東京の鍾乳洞の地底湖で行方不明になった大学生の男性が25年ぶりに見つかるっていう事例もあったりしたんです。なのでまあこの地底湖みんなが思っているより複雑な形をしているから普通の事件としても不思議ではないよっていう話。どうでしょう、以上が事件の詳細なんですけど皆さんはどう思いますか。まあ確かにねいくつか不思議な点が残ってるのは間違いない、まあこれはねシンプルにね大学生たちがパニックってそういった判断ミスをしてしまったのか、あるいはね何かを隠そうとしたのか、実際のことはまあ分からないですよね。まあ、僕たちもねその地底湖の現場に行ったわけじゃないので実際どういった場なのかも分からないし、具体的なことは言えないけど、まあ怪しまれても仕方ない事件ではあります。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。